もう打つ前に確実に1点の取れる方法で取っていく、はい、そういうことですね。さあ、そして張った山寺です。まあ、こういうあの真ん中をね、あの決まってくるとしっかりとコースをしっかり打ち抜いてるというね、非常にいいプレーです。高柳のサーブ、ここも張ったやです。これでいいんじゃないですか。あのもうこれでサーブレシーブがまあまた重原を狙ったとこ、重原自分で行く、うん、上げています。タッチネットかな、うん、セッターあのボール回しますね、大川に。あ、今のはナイスです。これはもう完全にいわゆるコミットというかね、はい、あのブロックつきましたね、ナイスタイミング、ドンピシャン、ね、なんか素晴らしいアタックじゃなくてね、ああいう形で点数取ってくるんですね、うん、しかその前の山上とケルシーのコンビが合わなかった、痛い、そしてブロード、ここも拾っています。長崎でしたが、はい、失礼、フラですね、今入っているのは、はい。さあ、ここで、まあ、このセットはね、まあ、普通にいけば 90%、99% 車体が取るんだろうと思うんですけども、まず慌てないでいくことですね、はい、はい。さあ、セットポイントですですけどもね、杉原ここもよく拾っています。どうしようか、どうですかね、ハッタヤですかね、まあ、ちょっとここからもう乗っていってほしいですけどね、はい、山田君ね。そして金田、片手一本ハッタヤ、大川難しいバックアタックですが、もう一度大川、この小野寺長瀬すごいですね、うん、ね、どんどん使ってくると思いましたけども、やっぱりそうですけども、あの非常にいいですね、シーズン前にもしかしたらシーズン中内定選手がもしかしたら頼りになって中心になるかもというインタビューを残していたんですよね。そうですね、私もそれ見て誰のことかなと思ったんですけども、蓋を開けてみて、そうですね、よく打ちました、はい、もう活躍できる、活躍してた選手なんで、昨日リベロと聞いてね、ちょっと私実はおっと、とてもびっくりしたんですけども、あのリベロとしてもそこそこやってるようでね、はい、安心してますけども、はい、さあ、そしてここでハッタヤの3ポイントミスしてしまいましたね、残念です。そしてレフト前高柳優里です、ブロックです。そう、まあ、今の完全にね、あの、まあ、いわゆる2段トスという形の、はい、さあ返せるか、なんとか返した、これはうまいです。あれだ、ワンタッチありませんね、ですね、今のは、うまくね、リバウンドを取って、もう一回こうルシーがアタックを打つ、そして全部、まあ、2回ぐらいワンタッチをね、取られましたよね、あのそこはちょっと若干気持ち悪いんですけども、次吹っ切れる、さあ、そしてブロック突き切れていませんでした、吹っ切れましたね、完全にケルシー、はい、いやもうここはケルシーを助けましたよ、うん、この杉原のサーブは今日非常に流れを持ってきてますから、うん、このブロックです、はい、まあ、狙い目がいいですよね、あのちょうどあの、高柳の方に打ってるんですけども、まあ、真ん中で、これどんどん決めるとまた変わりますから、金を狙った、うん、ここもワンタッチあります。
吉田さんも押せ押せです、はい、豊田車体完全に乗ってきました。最強ブロックつないでいます。もう一度もう一度ブロック、はい、わずかに、ね、わずかにアウトか。アウトですか。さあここは効果なってチャレンジでしょうかね。おそらくそうでしょうね。はい、まあ、これもね微妙だと思いますよ今でも、まあまあ、ちょっと画面で見てるだけだから何とも言えないんですけども、うん、ちょっと微妙かなと思いましたけど。ただもうハッタイがもう2連続で佐伯のスパイクを、アウトか。微妙なところ少しかぶって見えなかったですが、もうやられたらもうやり返すというような反対のブロックでした、インということになりました。ブロックポイント反対や、これはね完全に今日は車体の日かな